関西空港を望む錦の浜海水浴場で開催されたシクロクロス2連戦2日目は関西シクロクロスの最終戦。前日の JCX で砂浜を走ったダメージが想像以上で苦しいレースとなりました。ゼッケン2番最前列よりスタート、いきなりスタートダッシュで出遅れます。なんかタイミングが遅れたというよりかは単純にダッシュで踏めなかった感じがしてちょっと雲行きが怪しい感じがします。でピット脇を抜けてで1コーナーに入ってだいたい順位が10番手ぐらい、まあ今9番手ですかね。まあこの松林区間昨日もですけど、あんまりオーバーテイクしやすい場所ではないですし、頑張って踏んでもすぐ次のコーナーが来てしまって無駄足を使うんで、ここは無理せず、この列に連なってついていくという形です。ただねこの1列に集団が伸びるんで先頭がかなり遠くにいるように感じて内心結構焦っています。でちょっときつめのタイトコーナーで順位を落とすんですけど、前に出た雄大が飛び乗りを何回もミスって落ち着け落ち着け、これでちょっと遅れてしまいます。なんかバイクが跳ねてなかなか飛び乗れなかったって言ってました。で、再び前の車列にジョインして、ちょうど松林のエリアの一番端あたりに、来てるとこですね。徐々にこの先頭と、2番手3番手4番手とこう選手間の距離が空きつつあるところですね。これこのままこの場所いるとちぎれるんで、頑張って抜きに行きます。ちょっとここ直線があるんで斉藤さんをパスしてでもう一人いけるかなっていう感じです。ちょっと、無理めに突っ込んで申し訳なかったんですけど、オーバーテイクして8番手でそのまま、コース後半の砂浜エリアに入っていきます。辰海と、コータは、2名で先頭パックで行っちゃったんですけど、まあ、それ以外のパックが今1列に連なっている状態ですね。砂区間に入ってすぐの連続コーナーで、ポジションを6位に上げて、まあ、できれば、もうちょっと前に行きたい、まあ、スタートダッシュのポカを今頑張って返済しているところですね。でここの砂のコーナーは前日に比べて深くなって難しくなってました。で次冬木くんは出口でちょっと失速した感じがあったんで、アウト側から並んで次の砂浜の入り口でオーバーテイク。ここのね1本目の砂区間もやっぱり前日に比べるとちょっと走りにくいなっていう感覚がありました。でここはライン変えられないんで、ちょっとステイしてで180度折り返して、2本目の砂のストレート、ここの乗車は鼻から諦めてるんで失速する前にさっさと降りてでランで抜いて3番手。ただ砂のランがとにかくきつくって前日のダメージがかなり大きくって足がすごい痛いです。まあ、とはいえ一応3番手をキープしたまま、砂浜からの連続の階段を抜けてでそのまま最終コーナー抜けて、2周目に入っていきます。そして2周目の砂浜、先週の桂川で同じパックで走った寺崎さんに抜かれます。でさらに上陸する階段のところで笛木くんと、そして村田さんに追い抜かれるんですけど、まあでも一応そのままパックに残留して、3周目
ただこう徐々に周りの選手に比べて力負けしている感が出てきています。そしてこの3周目のスナック間の2本目の直線の終わり、3本目の砂浜に向かって折り返すところの乗車で結構もたついてパックからちぎれてしまいました。単独になって7位で4周目を走行、あとは自分のペースで走ることしかできません。ただ5周目、後ろから上中選手が追いついてきました。そのまま追い抜かれてしまって、さらにこのまま、ちぎれていきます。このね、砂区間で、一発パワーで踏めないんですぐ失速しちゃうんですよね。押して走るのもご覧の通りヘロヘロです。上中さんから、差をつけられてしまって8番手に落ちてます。で単独で走ってるように見えるんですけど、実は後方数秒後ろには次のパックが迫っていまして、で、まあ、このペースだと時期に追いつかれるなという感じです。7周目豊勝が来ました。こういう砂のコーナーで踏ん張りが効かなくって失速してもたついて離される。周回遅れの角筋を抜くんですけど、ランの速さがほとんど変わらなくて軽く絶望しています。でさらに後続が来てたんですけど、なんとかこれは振り切って一応一桁は守りました。無理いや朝起きた時は普通に踏めると思ったけど、全然砂でパワー出ないし、ランも足痛くて走れないし、いやボロボロでしたね。スタートミスった上にその後ずっと順位下げ続けて、今季一番いけてなかったんじゃないかと思います。昨日良かったんでその反動が一気に来た感じですね。まあまあでも今シーズンの関西シクロクロスが総合優勝したんで、まああのレースはともかくシーズンとしてはいい形で締めくくれたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今シーズンも応援ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。総合優勝、はい、総合優勝、あーしんどすぎる。
ぱい巻き取った。Ha ha ha!